ヤーくん。うん、もうこの足の間に挟まってくるのは定番。定番。よいしょ。そしてこれも定番。これですね。定番ね。もちろんね。ジャン君、ジャン君。ジャン君。すぎすぎしてるな。うん、ジャン君。めっちゃすぎすぎしてます。ポンちゃんは隣の部屋に行っちゃったよ。さっきまではずっと一緒にジャン君も向こうの部屋に行ったんだもんね。そう、遊び行っといで。この星台のね、窓の前に2人でぺちょんって座っとったよね。行っといでーな。でも帰ってきたからね。父ちゃん帰ってきたから甘えるんだもん。かじってます。ジャン君、ポン、あれ？ポンちゃん。ポンちゃんしっかり乗りました。今ちょうど出したところなんですけど。なんかお届け開けなくてよかったね。あ、お届け物の上にチェックで、これは、はい、あ、今日朝コーヒーが切れていたので、普段より半分しか入れられなかったけど、ちょうどここにポンちゃん。よかったね。ポンちゃんがここだよって教えてくれました。でもちょっと鼻水が飛んでたよ。はい、鼻水。はい、ポンちゃん自分のは舐めるんだけど。あ、どいてくれんな。ポンちゃん、開けるよポンちゃん。開けるよポンちゃん。今日ね、ポンちゃんとジャン君用にハロウィングッズが届いたよ。あら、お父ちゃん用のコーヒーよかったね。コーヒーが。一応買いにも行くけど、ね、大事に飲んでたんだ。大事に飲んでた。ちょっとまだ残ってるよ。私も少なめにしたから。後でこれ入れます。よかったね。ドリップコーヒー。よかった。そしてこれは。はい、ポンちゃんどうぞ。猫だと思うよ。この猫シリーズさ、クリスマスとかハロウィンのやつを前もいただいていて、どんどん増えてるよね、このシリーズ。これリンゴのふわふわはなんだろう。これあれかな、毛づくろい用かな。なんだろう。あ、違うっぽい。あ、コースターか。ウォッシュって書いてあるよ。あ、たわしい。いろんなことに使える系なのかな。お台所用品。でも髪の毛にもって書いてあるよ。あ、フェイスだってほら、お姉さん髪の毛洗ってるよ。ほんまや。顔にもやってるよ。いろんなことに使えるんじゃない？使う人の自由ってことなの。シリコーンブラシ、傷をつけずに汚れすっきり。柔らかく細かいシリコーンブラシ、水切れがよく衛生的。煮沸消毒、食器洗い機 OK。キッチンスポンジやボディブラシと同様、洗剤をつけて洗ってください。なるほど。いろんなことに使えるんだ。面白いね。面白い。初めて見た。はい、そんなのがあるんだね。はい、ポンちゃん気持ちいいよこれ。ほら、なんかちょっとさ、こう気持ちいいよ。ポンちゃんもスリスリしたら。はい。このハロウィンシリーズの猫さん。そっか、ハロウィンだよね。うちも10月になったらハロウィン。うちにもある缶だね。あ、そうだね。柄違いでまたいただいたんだね。よかったね。きっとこれチョコレート入ってるんじゃない？あ、キャンディーだ。キャンディーとのグレープ味って書いてある。やった。あ、クッキーも入ってる。はい。次々行きましょうか。はい。菜箸。あ、菜箸。猫の菜箸。へえ、知らなかった。うち菜箸も結構ボロボロだけど、まだ使っています。もったいなくて。そうなの。ずっと使い続けていますが、これも買える頃に。うん、ありがとうございます。ティッシュ取る。で、ハロウィングッズ。なんだべ？なんだろう。ちょっと開けてみよう。お、LED ランタン猫って書いてあるよ。空気を入れて使うみたい。あ、早くしないとカメラのバッテリーが切れる。そうなの。あ、やめて。あ、ごめんね、ちゃんがびっくりした。それに空気を入れて、あ、これをランタンを後ろから空気を吹き込み、そうそう、これ下にペタってつけ、あ、ここに入れられるんだ。中に入れるんじゃない？うんうん。ああ、本当だ。これちゃんと電池もついてるよ。じゃあこれは夜になったら使ってみます。今だと多分明るく見えない。そうだね。で、お菓子がちゃんとついています。お菓子を買ったらついてくるおもちゃみたいなやつのパターン。はい、ということで、どうもありがとうございます。ありがとうございます。